十欲豪を制す、すなわち十中に豪あり、そのよろしきをもって柔術という。いかなる豪強に対しても柔らかい力の働きでこれを制御できるという術理である。真の柔道は勝敗の理を等級して原理を発見し、原理より術に及ぼし、またその原理の道をもって心を収容する方なのである。望月実、養成館館長。合気道10段、講道館柔道7段、柔術、居合、浄道、剣道、合計59段。その他、諸々の武芸の長所を取り入れた総合武道、武道養成館を創始する。このビデオは、超人的武道家、望月実先生の築かれた養成館武道の実態に迫り、真の武道の恐るべき実践技法を解説したものである。また世界中で絶賛された日本武道がスポーツ化、弱体化していく今日、精神思想としても実践格闘技としても優れた武道本来のあるべき姿を世に問わんとするものである。およそ武道と呼ばれるものには柔道、剣道、空手をはじめその特色を表現する型がある。型とはその武道自体の思想や技術体系のモデルであり基準となるものである。ところが従来大東流をはじめ合気道、合気武道などの合気柔術系統のものには型というものが伝承されていない。また残念なことに今日のスポーツ競技と化した武道においては型は形骸化している。養成館では逆技主体の合気道、投げ技、締め技、固め技の柔道、突き、蹴りの空手道、そして古流武術、玉心流の捨て身技法、さらには剣術や居合までもその技法体系に取り込んでいる。望月実師範はその膨大な技法体系から武道、養成館の型として5つの型を制定した。狭い流儀の枠を取り払い、合理的な思考法に立脚して従来の技法を検証し、総合武道である養成館の型として再構築したのである。この第一巻ではまず型を学ぶ上での基本となる技法を紹介し、術理の型、体さばきの型、表裏の型、剣体一致の型、捨て身の型の5つの型を解説する。さらに型の応用として武器を持った相手に素手で対処する獲物取りを紹介する。型に含まれる一つ一つの技法に関しては第2巻で体系別に詳しく解説してあるので、ここではまず型の流れの中で表現されている居合を中心に学んでもらいたい。この5つの型における術理を正確に理解し身につけることができれば、最後にお見せする望月師範による獲物取り5人掛けの演武のごとく、実践的かつ華麗なまでに自然で合理的な超人技も可能となるのである。当て身法の基本練習の八方拳である。直立不動の合掌は陰陽和合中心統一の型で、両手を合掌のまま伸ばした後左右に開き大円を描くのは大宇宙の胴体内視は人の世の離合集散、常ならぬ様を示す。ついで左の手のひらを開き右拳と合わすのは手の開く陽遠心性と拳を固める陰求心性との激突で、その間から千差万別、万物万象が生まれてくるという意を表現する。八方拳用意、人越しどうさ。1、2、3、4、1、2、3。
体さばきは敵の攻撃を巧みにかわしながら自分の方からの攻撃および制圧に出るのに最も効的な位置に速やかに移動する技術のことである。相手の攻撃をただ避けるだけのものは逃げといい、体さばき法とは内容的に大きな隔たりがある。9つの体さばきの基本練習では攻め方の攻撃方法をすべて右上段追いつき一本とし、練習の際の心得として1常に線の木であること、2間合いを目測すること、3左右前後自由自在に動けることを心がける。なお開くの漢字を使う旋回とは回って足を開くことの意味がある。型を演じる前には三間の間隔から互いに進み立礼し、中央に出て一歩の間合いを測って互いに寄り合い、一旦静止してから演じる。術理の型は技術の合理性を表すものである。これは術に不可思議なしの意味で、技術はすべて合理的で極めて力学的なものである。これを理に沿って反復練習することによって、無心にして自然の妙に入り、無意にして変化の神を極むという妙術となるを教えているのがこの型である。術理の型は技術の合理性を見ようとしているものを納得せしめるようゆっくり演じる。
体さばきの型は相手の攻撃に対し最も有効な位置に入り技をかけるための体さばきを表している。攻防ともに体の合理的運用法が実技習得上最も基本的であるとともに大切なものであるから、これを基本練習として毎稽古時行うのが良い。
表裏の型は武術の鉄理であるところの甲中の棒、棒中の甲、すなわち攻撃力の尽きた瞬間に防御の体勢に移り、防戦のうちに勝機を捉えるのが戦いというものの実相であることを技によって表現する。人生万事休すれば必ず通ずる道があるものぞ。道が開いたと思った次の瞬間にはまたまた大波が来る。すべて陰陽は循環して極まりないのであるということを教えるのがこの型である。また指先の方向、手の巻き込み方、小手の返し方での心筋の張り方、手ほどきの際の指の用法、特に相手の親指の攻め方など、技の特徴やその技から逃れる術を知ることで攻防の理論に迫るものである。
大東流の武田宗覚が剣術の名手でもあり、その合気柔術の極意は剣法の極意から生まれたものであるとは、合気道の開祖上柴盛平が生前弟子たちにたびたび語っていたところである。しかし剣から体へ、その実技がいかに変化していったのかの確実な伝えはない。同様に合気道が元は剣法から来ていると伝承していながら、合気道のこの技が剣法のどの技から出たものだということについては誰一人究明した人がない。望月師範は剣道や古流の剣法について合気柔術を学ぶ以前から習得していたので、剣術と柔術すなわち体術との技の上での関わりを知ることができた。そこで多年にわたる研究の集大成として、その中から分かりやすい技を選んで剣から体への変化の過程を明らかにする型として発表したのが、この剣体一致の型である。Oh!
心身の力を最も有効に利用するという合理主義が柔道の目的の一つであるとするならば、体力を最小限に用い、体重を遠心力に変えて行った捨て身技は最高度の技である。柔術玉心流では中頃鬼頭流と合流した一派もあって、玉心流鬼頭流と称した時代があったと武道全集に出ているが、捨て身技を極意とした玉の心を重んじ心身に玉の心を悟りなばと道家を伝えている。
一般的に武術の体さばきは丸と三角と四角という平面幾何学的運動範囲であるが、捨て身技は自分の体を弾み車のごとく自ら回転しつつその遠心力を応用するものである。力学上から言うならば、平面幾何学的力を立体幾何学的球の力へと次元的躍進を遂げた高度技術ということができる。望月師範は数多い捨て身技の中から10本を選び、捨て身の型を制定した。
獲物取りは武器を持った攻撃に対し素手でそれを取る技で敵の闘争意欲を失わさせることを目的とする命がけのヒューマニズムである。半頭取りでは獲物が小さく自由が利くことから非常に高度な技術を要し正確な体さばきと気の充実が必要となる。大切なことは必ず指し手を制すること。そしてその指し手をしっかりと掴んで技を決め素早く獲物を奪い取ることである。立ち取りは獲物が長く中途半端な距離を取ると相手の攻撃の的になりやすい。まずは疲れても届かない間合いに位置し切り込みに際しては相手の懐まで入り込み刀の柄と両手を一緒に掴むことが重要である。棒取りは切られる心配はないが獲物が長く大きいので懐に入るのが難しい。しかしその分だけ動きが遅いことを念頭に置き相手の懐に入り込む。獲物取りは非常に危険な技であり一朝一夕に習得できるものではなくかなりの修行を要する。70年間の想像を絶する鍛錬により成し得る望月師範の二人掛け三人掛けの演武である。一対一でも容易なものではないが一対数人の戦いはなおのこと初心者のなすべきものではなく何年かの鍛錬を経て気力、体力、技術の三拍子揃った後に行うべきものである。いかにも恐ろしげな武器をものすごい勢いで振り回し容赦なく襲いかかる相手を一瞬の見切りにより流れるような体のさばきで次々に倒してゆく達人望月実。この演武は望月師範の県知事賞受賞を祝って全国から参列した各界の有志を前に即興で演じられたという貴重な獲物取りの映像である。
十欲豪を制す、すなわち十中に豪あり、そのよろしきをもって柔術という。いかなる豪境に対しても柔らかい力の働きでこれを制御できるという術理である。真の柔道は勝敗の断りを投球して原理を発見し、原理より術に及ぼし、またその原理の道をもって心を収容する方なのである。望月実、養成館館長。合気道10段、行動館柔道7段、柔術、居合、浄道、剣道、合計59段。その他、諸々の武芸の長所を取り入れた総合武道、武道養成館を創始する。このビデオは、超人的武道家、望月実先生の築かれた養成館武道の実態に迫り、真の武道の恐るべき実践技法を解説したものである。また世界中で絶賛された日本武道がスポーツ化、弱体化していく今日、精神思想としても実践格闘技としても優れた武道本来のあるべき姿を世に問わんとするものである。養成館では基本技や指定技を繰り返し稽古し、受け身、手ほどき、体さばきを重点的に練習する。また相手の攻撃にいかに対するかを学び、相手の攻撃に対処する五の線、さらに自分の攻撃に対し相手の反撃を読み取る千の線を学ぶ。稽古では実戦で狼狽せぬよう必ず型と自由乱取りの練習が並行してなされている。それは型と乱取りの効果的融合により本来の武術性を損なわず体育的効能を高めるという加納師範の教えを継承するものである。この第2巻では一つ一つ技法をいかにして活用するかを解説し、その実践的な練習システムを紹介するものである。右手で突き手の手首をつかみ、左手は肘を押さえつつ前方に踏み出し押し伏せる。ロフセは船のローコン形から生まれた技で、技をかけるまでの崩し、作り、かけの習得法を理解するのに最も適していることから、養成館は初級の技として繰り返し稽古している。右手で突き手をつかみ、右に旋回し、左脇下に挟み、肘関節を決める。肩、肘、手首、指などの関節を決める技を総称して手技とし、特に養成館では、打ち、突き、つかみ、組みつき、蹴り、獲物などの想定される攻撃に対し、対応できるよう研究されている。左脇下に突き手を挟み、左手で手首をつかむ。右手で突き手をつかみ、左足を大きく開きながら旋回し、小手を返し決め、飛ばす。相手と行き違う形となり、右手で相手の手首をつかみ、頭から相手の脇下をくぐり抜け旋回し、両手の力で内側にねじり、手首、肘関節を決める。下から突き手の手のひらが上に向くように左腕で抱き上げ、左肩にかけ肘関節を決め、左足を一歩進めながら投げる。
天秤投げを腕を曲げ逃げに出たところを旋回し、相手と相対する型となり、手首を決めて真下に引き落とす。四方投げに対し、再度肘関節を伸ばし、逃げに出たところを右肩に担ぎ、手のひらを上に向け、肘関節を決め、背負い投げに入る。手首をつかまれたときは、相手の小指が上を向く形に握り返し、左手を添え、小指を決め、落とす。襟をつかまれたときは、自分の襟を下からつかみ、手首を返し、決める。右手で突き手手首をつかみ、左手を深く突き手脇下に差し入れて、巻きながら胸に抱き、右手を添えて右肩にねじ伏せる。左入り身に入り、右手で突き手をつかみ、左手を上から回して自分の右手首をつかみ、右足を軸に左足旋回し、肘関節を決め、左下にねじ伏せる。突き手を制し、入り身に入り、相手と向かい合う形となる。左手は相手の腰に当て、右手を顎下に入れ、肘を上げながら後ろに倒す。手技は逆関節を決めるのに対し、体技は直接体に力を与え、倒す技と言える。特に体技を稽古することによって、相手との間合い、体さばきが習得できる。流しながら相手の突き手を制し、左手を首に回して左顎にかけ、右手を添えて左に旋回し、後方に投げ落とす。上段からの攻撃に対し効果的な技である。振りかざした打ち手の脇下に右手を突き上げながら打ち入り身に入り、同時に左手で内股を上げながら右前方に倒す。突き手を外流しで受け、右手で袖口をつかみ、左手で突き手を上から押さえながら相手の突く力を利用して引き落とす。
き手を内流しで受け左脇に挟み、右手刀で左耳を突き刺すようにしながら左旋回し、膝をついて引き落とす。突き手を右に制し入り身旋回、相手の後ろに回り込み両手で肩口をつかみ後方に倒す。突き手を右に制し入り身旋回、相手の後ろに回り込み髪をつかみ後方に倒す。手を左に払いながら内入りに旋回し膝をつき、右肩を膝上横に当て両手を外くるぶしに当て借りながら押し倒す。入り身で入り、右手を出足の後方から回し足首をつかみ体当たりしながら足首を上げ、左腕に足の甲を抱え右足を後方に旋回しながらねじりつけて倒す。足取り技は体技に属するが下半身を攻撃する技である。体が大きな者が有利な体技に対し、足取り技は小柄な者でも大柄な者を倒すのに有効な技である。突き手を左に払いながら内入り身旋回し、袖口をつかみ、左手は外くるぶしに当て、相手の両足の間に右足を一歩進めながら後方に倒す。突き手の袖をつかみながら入り身旋回し、左足を相手の股間に深く入れ、右膝をつきながら右手で袖を引き落とす。突き手を左脇下に挟み、右手は相手の耳下あたりを平手で張るように押し上げながら、左側方に捨て身となる。左脇に突き手を挟み、中袖をつかみ、右手は相手の左脇下を押さえながら、左足側方に捨て身となる。左手を突き手の脇下に差し入れ、自分の前襟をつかみ、右手で後頭部を押さえ、前かがみにさせ、右手は帯をつかみ、左足を軸に、右に大きく捨て身となる。左足入り身で突き手を左脇下に挟み、左手を相手の右膝に当てながら、頭を突き手脇下からくぐり抜け、左後ろに捨て身となる。右手で突き手の袖をつかみ、強く引きつけ、左手を突き手の上から差し入れて、相手の膝裏に当て、頭で相手の胸を押しながら、後方に捨て身となる。左手で突き手をつかみ、相手と平行の位置に入り、左足を下腹部へ、右手を両膝後ろに水平に伸ばし、体を強く左にねじり、後方に捨て身となる。突き手を右に払いながら右手でつかみ、左手を突き手の脇下から差し入れ、前襟をつかみ、これをてこに右手を相手の右後方に押しながら、肩、肘関節を効かせて、左後方に捨て身となる。内入り身で入り、突き手手首を両手でつかみ、その脇下を前からくぐり、左足を相手の右足の外側に踏み入れ、左後方に捨て身となる。外入り身で入り、突き手手首を両手でつかみ、その脇下を後ろからくぐり、右足を相手の前に踏み出しながら、右後方に捨て身となる。手を左脇下に挟み、右手は相手の後ろ襟を逆手に持ち、下に引き下げつつ、右足甲で大腿部を跳ね上げ捨て身となる。
引き手を右に外し、相手と平行に入り、右袖をつかみ、左手で相手の背中をつかみ、左足内股を跳ね上げながら後方に捨て身となる。左手を相手の後頭部に回し、前襟をつかみ、頭を下げさせ、重心を前方に移動し、右手で相手の下腹部を押し上げながら左後方に捨て身となる。突き手を右に払いながら、右後方をすり抜け、頭を下げさせ、重心を前方に移動し、左手で相手の下腹部を押し上げながら右後方に捨て身となる。左入り身で入り、突き手手首をつかみ差し上げ、その脇下に入り込み、左手で相手の左腰を抱き、左足後方に捨て身となる。右手を突き手の肩上から後頭部へ回し、首を逆さ抱きにし、後方に捨て身となる。捨て身技は、心身の力を最も有効に使用するという合理主義が柔道の目的の一つであるとするのに対し、体力を最小限に用い、体重を遠心力に変えて行う最高度の技と言える。肘砕きに対し、相手が肘を曲げて出たところを左足を相手の左膝裏に当て、左足後方にねじり落とす。肘砕きからの変化技である。右手を突き手下から差し入れ、右襟をつかみ、左手を相手の左肩から回して、その襟をつかみ、ついで右手を相手の後頭部に深く差し入れ、首締めをしながら左足後方に捨て身となる。手の上から右手で相手の左襟をつかみ、相手の後方をすり抜け、左手を相手の左手下から後頭部に深く差し入れ、首締めをしながら右後方に捨て身となる。右手は袖口をつかみ、左手はその上から相手の右肩に巻きつけ、右足を軸に左後方に捨て身となる。突き手を右に払い、右後方に回り込み、相手の背中から抱き上げ、右足を相手の両足の中間に入れ、後方に捨て身となる。突き手を右脇に挟み、左手は相手の後ろに回し、前襟をつかみ、大きく左に旋回し、捨て身となる。左入り身で突き手の手首をつかみ、その肘を左手で抱くようにかけ、右足を相手の両足の間に踏み出し、左に旋回し捨て身となる。地後体から相手が前傾姿勢となったとき、左足を相手の両足の間に踏み入れ、右足で下腹部を押し上げ、後方に捨て身となる。右手を相手の突き手下から差し入れ、首に回し、同時に自分の横面で突き手肘を相手の顔面に押し付け、絞りながら左後方に捨て身となる。内入り身に入り、左手で突き手手首をつかみ、右手を上から回して自分の左手首をつかみ、相手の下腹部または背中に押し入り、肘関節または肩関節を決めながら右後方に捨て身となる。
行政官では型や基本技、指定技を実際に生きた技として身につけるために、複数の敵の連続した自由な攻撃に対して対処する自由乱取り稽古で応用技を練習する。加納師範が目指した柔道も本来は当て身のあることを前提とし、それをかわしつつ相手に接近し、投げ技、関節技、締め技で仕留める技術であった。加納師範はまたその著書柔道家としての私の生涯の中で、柔道は突くばかりではなく投げもする、また逆も取るから、ボクシングのように常に離れていなければならんのではない、あるいは接近して着物をつかみ手を捕らえ、また首を捕らえる、この場合においても相手がついてきたり蹴ってきた時に応じうる身構えをして接近せねばならぬと述べている。さらに別の箇所では、いつ相手が蹴ってきてもついてきても体をかわすこともでき、身体が自由かつ軽快敏速に動くということでなくてはならぬ。講道館では乱取りする際襟をつかみ稽古するが、これは初心者を導くに必要なのであって、必ずしも最後まで持ち言うべき形というのではないとも述べている。ここで紹介している養成館の乱取り稽古法の一部は、臨機応変な体の反応を練習するために、他の武術では型のみにしか存在しないほどの実践技を駆使できる稽古法である。技の展開の中で効果的な技をかけるために、一瞬の判断のひらめきが必要になる。このひらめきが気というもので、その気と気のぶつかり合いが合気である。上達とはこの気の充実度の度合いで表される。上達した上級者同士ではなかなか技がかからない。そこでより効果的な技が必要になる。この効果技が捨て身技である。捨て身技は平面的な動き、丸、三角、四角から立体的な球の動きに変化することがポイントである。しかし捨て身技であっても絶対ではなく、身を捨てるという非常に危険な技であることを忘れてはならない。捨て身技で倒した後やもつれた時には寝技に移り、素早く関節決めや締め技に入るが、これとて完全ではなく、決め締めが弱ければ急所攻撃や目つぶし攻撃を受けてしまうのである。乱取りを見てわかるようにもつれることが多々ある。特に有段者の稽古では短時間で決められるものばかりではない。また稽古においては、なぜなのか、どうすればよいのかといった疑問を常に持つことが、技を進歩させる上で最も大切なことである。養成館では技には限りがないということを常によく心して、日々技の探求が続けられているのである。
権を重んじ、全国権を重んじ、不法に従い、不法に従い、異端関係あれば、異端関係あれば、義勇に奉じ、義勇に奉じ、もって天上無休の、もって天上無休の、恩を不欲すべし、恩を不欲すべし。今年は養成館が始まって60年という節目を迎えたわけであります。私は小学校へ上がる前の年から柔道を始めて、以来柔道、剣道、まあ、専門家になってから、講道館で修行中、加納治五郎先生から特別な弟子としてこの古武道の研究をやんなさいと言われて古武道研究に入り、それから加納先生のそばに、常に、おったので、先生の非常に貴重な話をたくさんこの耳で聞いております。その後加納先生からいろいろな武術がだいぶ分かったようだから、今度は上島道場に行って合気柔術を研究してきなさいというわけで、武田次郎という人と二人が上島道場に入門をしたわけであります。その時には当時柔道八段の長岡秀一という、まあ、これは三浦先生よりは10年も早くから柔道をやった人でありますが、一番の元老でした。その方から案内をされまして、そして、上島道場に入ったわけであります。当時は今の牛込ではなくて、目白の駅の北側に、普通の家、一戸建ての家、そして道場といっても普通の座敷、十畳間と八畳間と二つ合わせたような部屋で、普通の畳の上で、座り技から稽古が始まった。そういうことをやって、今度はそのうちに、間もなく牛込の方に若松町というところがありますが、そこに道場ができて、高部会という道場ができました。そこで今度は稽古をやるようになりましたが、上島先生が私に、あんたは一つうちの道場に住み込んでくれないかと、うち弟子というのが4、5人おるんだが、この連中が皆まだ初心者ばかりで、道場というもの、武道というものに対する、まだまだ教育ができていない。そこであんたはもう長く
柔道その他をやっておるので、この内弟子の者たちを教育をするというふうな立場で、道場に入ってもらいたいとこう言われました。そこで私は加納純五郎先生のところに参りまして、実は上島先生からこういう話がありましたが、うち弟子の中に入っていいでしょうかとしたところが、加納純五郎先生大変喜んで、向こうの先生からうちへ来いと、うち弟子になれと言われたことは、お前がだいぶ見込まれておるんだよと。昔からね、通い弟子に免許なし、免許改善になった者はいないと。それはどういうわけかというと、稽古時間に来て稽古が終われば帰ってしまう、ね、ところが内弟子というのは朝から晩まで先生のそばにおります。ですから武道の技術だけではありません。その技術の内容といいますか、精神、そういうふうなもの、思想的なもの、要するに日常そばにおっていろんな話を、先生の体験話を聞かされると、これが非常に役に立つのであります。そこで加納先生が早速うち弟子になって、一生懸命やれということで、うち弟子になりました。そしてその時は、その時代は私がまだ若くて非常に元気であったために、午前中は上島道場で朝目が覚めればもう稽古があります。早朝の稽古、それからそれが終わって私はすぐ約3キロばかり離れたところにあるその無門道場という道場、そこでこの四尺二寸のこの棒杖といいますが、杖を習いに、それは1時間ばかり、それ帰ってきて今度は上島先生が毎日行かれる海軍大学、海軍大学へ先生が行くというのはどういうことかというと、合気道の体さばき、足のさばき、こういうものが海軍の軍艦を動かす、海軍が戦争するときに軍艦を動かすのに非常に参考になると、そういうことから、上島先生は海軍大学に招聘されたわけであります。ですから我々はただ体さばきとしていろいろやっていますが、その体さばきの動き方、回り方というふうなものは、非常にこの海軍の軍艦で船で戦う船の運び方に、非常にこの教えるものがあると、そういうことから上島先生が海軍大学へ行ったわけです。私も先生の助手で一緒についていきました。そういうふうなことで、まあ上島道場では初めから内弟子を指導する内弟子頭といいますか、塾長といいますか、内弟子を全部私は任されて、そして今は稽古をやる。そして午後は講道館に行きます。
午後は講道館で帰ってくると夜の稽古、上島道場の夜の稽古があります。その稽古が終わってしまうと、その内弟子の中に柔道家になりたくて、来ておった者が二人ばかりありまして、それらが柔道お願いしますってこういうわけで、で私はまあその二人を稽古をつける。一人は相撲取りで非常に体の大きい男でしたが、怪我をして、相撲取りには向かないということで、まあ上島道場へ来ておったものですが、いくら体を悪くしたと言っても相撲取りですから背は高いし体はがっちりしてるし、そしてそのパッパッと出てくるのが非常にその相撲の取り組みの最初の調子、それがもうすでにできておる。柔道家は言っていきなりこう掴みますが、相撲取りはパンパンとくる。このいきなりついてくる、これはもうこれと同じようなもんですね。相通ずるものがある。それで非常に参考にもなりましたが、それを稽古をつける。まあ1時間くらい2人を相手にやってるというふうなことで、毎日毎日あれなんですよ、6回ぐらいの稽古をやる。まあそういうことを続けました。まあその後あまりやりすぎて体を壊して、まあ静岡に引っ込んでしまったのですが、その間全日本柔道選手権大会というのが昭和5年に始まって、その第1回の全国から集まった人たちの中に私は講道館の指定選手として、その中に加わった。で、まあ、六段の先生と一番初めぶつかって、それで技ありのようなものを取られたが、それでまあ結局遊説負けになりましたけれども、しかしながら私はその時は三段、相手は六段です。だから、まあ、負けるのは当然なんですが、それでも自分としては勝つつもりで、やりました。まあ、そういったようなことで、ありますが、柔道の方から合気道の方に、転向して、ね、そして、その後戦争で、大陸に行って約8年間大陸におりました。その間学校の先生とか、それから今度は行政官になって、まあ、しまいには県知事さんのような仕事も何か所かやって、そして終戦で帰ってきましたが、そういうふうないろいろな経験を積んでおるということで、私はうちに来る合気道柔道を習いに来る人たちに対してもいろいろなこのアドバイスができます。いろいろな仕事をやったと、そういう経歴を持っております。そうして私の長い経験から柔道の技、それから相撲の技はもちろんですが、それから合気道の技、いろいろこのいいとこを取り、まああまり感心しない技は捨てると、そういうふうな具合にして、自然にできたのが今の養成館武道であります。それで、私は長い柔道生活から武道生活で、私が今教えてきたもの、特に今日諸君がここでビデオのあれに収まった技は、これはまあ私としては天下一品のつもりであります。
ですから諸君は日本一の合気道をやってるんだという自信を持って、進んでもらいたいとこう思います。望月師範は道場で常々こう語っている。武道においてはまず道というものをはっきりさせなければならない。道の第一義は道路ということである。それには全ての人々を安全かつ容易に目的地に導くという意味があるのである。加納先生が始められたのは柔術ではない。先生は柔術を応用しての人格完成と合理主義を教えるためにその技を使った。つまり武術を教育に応用できる武道に高めたのである。加納先生の教えには道とは何かということについて世界の人たちが納得できるような原理がある。今日柔道イコールスポーツイコール教育という図式が出来上がってしまっている。しかし加納先生が真に目指した柔道とは勢力全用自他共栄といった弓道の精神である。勢力全用とは心身の力を最も有効に活用する合理主義ということであり、自他共栄とは争い競い合いの中でいかに共に栄えるかというその社会的展開である。望月師範は単に寄せ集めではない高度な技術体系を構築し、スポーツ化組織化によって欠落していった本来の柔道を復元した。現在ただ一人望月師範の受け継ぐ純粋武道だけが凄まじく実践的総合武道として弓道万術の研究工夫がなされている。これはまさに加納氏の歩んだ道そのままである。武道養成館は新たな局面を迎えつつある。これからの日本いや世界において必ずや大きな提言を成し得るであろう。